はい。ではね、日曜8時になりましたので、あのー、始めたいと思います。皆さん、あの、今日の検定、えー、合格おめでとうございますあの。もうね、落ちるとは思ってないので、皆さん私の動画見てくださってる方はね、ほぼ100%合格していると思います。それで、えー、っと、まずね、 えっと、今後、合格してからのことをどうしたらいいかっていうのも、今年の5月の時に出してると思うんです。なので、それを見てもらったらわかると思うんですけど、でも、ま、直接こうやって口でね、あのー、言っていって、で、わからないところがあったら、チャットで質問してもらったら、えっ、ー、と、そこでお答えできると思うので、えーいっぺ、一んまあ、私もこのね、ライブ配信ってやってみたかったんですよ。なので、ま、いい機会だなと思って、えー、今日。 初体験なんですよ。なんで、うまくいくるかどうかわからないんですけれどもね、こちらこそよろしくお願いいたします。まず、合格しました。それで、おそらくね、一週間後、もしくはね、まあ、10日以内には来ると思うんですけれどもね、その AEAJ から合格しました。おめでとうございます。検定一級の なんかこう、合格通知みたいなのも送ってくるんじゃないかと思うんですけれども、で、そこにね、それをつら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 読んでると、なんか AAJ にあの入会してアドバイザーの資格取ってくださいねってすごくなんかこう、言ってくるらしいんですよ。で、私もね、もう、えー、っと検定期を受けたなんてもう20年ぐらい前、20年以上前なんで、ちょっと忘れちゃってるんですけれども、多分あの、やり方は一緒だと思うんです。で、 あの、この後、結構ね、あの、そういう、私の YouTube 見ないで、で、その、それを読んで、あ入会しなきゃいけないんだと思って、入会金払っちゃって、で、それで、あの、アドバイザーの認定講習会っていうのを、まああの、ホームページなんかで探して、で、受けに来られる方が、まあ、これまでずっと、あの、たくさんいらっしゃるんですよね。で、それでね、今後の予定も別にないのになんで入会しちゃったのって言ったら、入会するもんだっていうふうに思ってた。だから、 えっと、そういうことをいろいろと私はこう経験してきてスクールで。で、その、納得して入会するっていうことがね、大事なんじゃないかなと思うんですよ。なんかこう入会しちゃって、うーん、後から考えたら、その、こんなことするつもりはなかったんだっていうような人もね、いろいろ言って、今度は大会するにはどうしたらいいですかって相談を結構受けたりとかするんですね。だから、まあちょっとお話ししようかなっていうふうに思います。あ、皆さん、ご、あの、ありがとうございます。 <laughs> 私のおかげじゃないですよ。みんなが勉強したから合格したんですよね。勉強は基本的に自分でするもんだからね。まあ私はその背中をちょっとだけ押しただけなので、あの、そんなに大層、えー、に思っていただかなくて結構です。で、えっ、ー、と、話続けますけれども、まず一つ目ですけれどもね、もうここでいいと。アロマテラピーのなんとなくこう上積みみたいなの分かったしで、楽しくやることもでき、自分でやることもできるので、なんで、なんかちょっと前が難しいな。 でなんで、あの、ここだけでいいやっていう人はね、えっと、入会しなくていいです。もう検定1級のまんまでいいですで。検定1級っていうのはずっと就寝資格だから、えっと、あなたが死ぬまで一生履歴書に AAJ という協会が潰れない限りですね、AAJ の検定、アラマテラピー検定1級合格っていうね、えっと、資格として書くことができます。なので、そこで終了ね。で、その次に、いや、私もうちょっと極めたいと思ってね、 で、そのインストラクターとか、それからセラピストなんかなっていきたいなって思う人は、えっと、入会したらいいんですけれども、ただ、その試験がね、来年の3月にインストラクター試験があるんですけれども、それを受けたいって思ってる人はもうすぐに今入会してください。 で、とりあえずなんか、上の資格を取ることも考えてるんだけど、今のところね、そんなにね、どうしようかなって、まあ、そのうちにとか思ってる人はね、あの、入らなくていいと思います。上の資格をあの取りたいって思った時に入会すればいいんですよ。だから、えっと、そこら辺のところをね、はき違えないようにして、で、私はこの5月の時に、そういう、このお話を、このライブではなくて、あの、動画の方で出したんですよね。だから、 そこら辺のところを自分がいつ受けたいか。で、インストラクターの試験っていうのは3月と9月。で、アロマセラピストの学科試験は5月と11月ですので、なんで来年の3月のインストラクターはもう難しい。ちょっと伸ばして来年の9月にしたいっていう人は、えっ、ー、と、4月に入会すればいい。なので、この半年間の6000円の,あの年会費っていうのを払う必要はないです。入会を来年の4月まで持ち越す。 そしたら来年の4月からの1年間の年会費っていう形で済むからね。そういうふうにしてもらったらいいかなと思います。で、えー、っと、まあ、そんな形でね、今後進めていってもらったらいいんですけれども、とりあえず、認定講習会っていうのを受けないと、アドバイザーっていう資格は取れないんですよ。で、 上の資格のインストラクターとかアロマセラピストを取るときには絶対にアドバイザーになってなきゃいけないんです。あと、ハンドセラピストとかブレンドデザイナーっていう資格を取,る取りたいと思うときもアドバイザーになってなきゃいけないんですよ。で、そのアドバイザーになるためにはどうしたらいいかというと、今日みんな検定合格しましたよね。なので、えー、っと、アドバイザー認定講習会っていうものを受けてくださいと。で、その受けたという履修証明書を協会に送ることによって、 で、すで認定講習会はじゃあどこでしてるのかっていうと、え各ね、スクール、認定校でやってます。あと、協、えー、会のホームページで、オンラインでもやってます。で、もともとはね、あの東京と大阪しかなかったんですよ。その会場でや,ってやるのはね。で、ところが、えー、っと、他にもどん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 増えてきて、仙台とか、それから、えっ、ー、と、どこやったかな。 名古屋とか、あと神戸とか。で、実は私は神戸会場の担当講師をしてたんですよね。ところが、あの、コロナでダメになってしまったので、で、それ以降、教会の方もそのズームでやってるんです。認定講習会っていうのは、アドバイザーの資格を取るためには絶対必須なんです。だから、今から私、インストラクターとか、その上,上位資格に行くつもりもないから、別に認定講習会を得らないよって思ってる人も結構いるし、で、私自身も、その、以前はね、 あのその必要になった時に認定講習会を受けて、履修証明書をもらったらいいよっていう風な話をしてたんですけれども、とりあえずね、あのえー、と認定講習会を受けるのに、5200、何倍だったかな、5236円とか、なんかすごい波数なんだけれども、それぐらい、まあ約5200、300円ね、っていうのを払えば受講できるので、えー、とりあえずね、 あの、行く、行かない、上に行く、行かないとか関係なしに、認定講習会だけは受けとく方、ことをお勧めします。っていうのはなぜかというと、なぜ認定講習会をするのかというとね、昔は、この検定を受けるために、スクールで結構勉強してたんですよ。で、独学でもできるんだけど、スクールで勉強して受けるっていう方が多かったんですね、私の頃は。で、私自身はまあ独学でやったんですけれども、で、その独、今ほとんどね、ほぼね、 100%独学だと思います。で、その独学すると、やっぱりね、ちょっと勘違いとかってあるんですよね。で、自分で思っちゃい、思い込んじゃったりとかそういうのがあるので、だから、えっ、ー、と、認定講習会をなぜするかっていうと、AAJ、つまり日本アロマ環境協会はアロマテラピーについてこんな風に考えています。 ということ、ね、再認識っていうかこうちゃんとそれを分かってねって AEAJ の認定のアドバイザーなんだからそれはちゃんと分かってねってアロマテラピーの考え方っていろいろあるんですよねだからその中で AEAJ はこんな風にして考えてるよっていうことを、まあ、皆さんちゃんと確認した上で AEAJ のアドバイザーって認定を差し上げましょうっていうあれなのでだからその認定講習会はねあの受け取ることをおすすめします。 ほとんど検定一級ね、復習なんですよね。だからそこでもう一回復習して、きちんとそれで合ってるのかどうか、自分が勝手に独学してたのが、それで良かったのかどうか、っていうところをね、確認するためにね、一度はね、受けるとおくといいので、だからもうここでいいやって、別に AAJ に入会するつもりも,もないやって言った方も、せっかく今日受けたんだからで、それから合格したんだから、だからその認定講習会を受けと,受けといてで、その履修証明書っていうのはね、5年間有効なんですよ。なので、 今すぐ気がなくっても、それを5年間の間にね、置いといてね、やっぱりちょっとインストを受けてみようかなって思った時に、それを出せば、もうそこからすぐに受験、あの、入会さえすればね、あの受験資格ができるので、そういう意味からしたらね、受けといたらいいんじゃないかなと思います。うん、どん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 合格。<laughs> おめでとうございます。<laughs> えー、楽しかったですか <laughs> 2級受けた人とかいるのかな ?2 級受けた人もね、私はね、もったいないなと思うんですよ。で2級なんかもう本当に、あのううな、バカみたいに言ったら悪いんだけど、本当にすごく簡単なので、2級の受験料が確か6000円ぐらいだったと思うから、6000円でね、いい声優買えるじゃないですかで。声優買う方がよっぽど勉強になるよって言っ私はうちに来た、あの、こう相談に来た人に、ね、はいつもそういうふうに言ってるんですよね。 なので、えっと、まあ、あの、でもそれでも不安だから受けるっていう方は結構いらっしゃる、あの、いることはいるので、まあ、それはそれでいいかなと思うんですけれどもね。まあ、そんな感じで、とりあえず、えー、次にすることは認定講習会を受けてくださいです。で、あの、強制ではないですよ。で、私やってます。で、ごまあ、宣伝になっちゃうかもわかんないんだけど、あの、ズームでやってます。で、その、基本的にマンツーマンなので、 まず、ねそのえー、と何したいのって聞くんですよで今後どうしたいのって,言ってそれに沿ってその人に会うような形のお話をしたりとかするので,でこないだ受けた人なんかはねもう全く認定講師がキきストはね、まあとから呼んおいてねみたいな感じになっちゃって別の話をずっとしてたりとかしたんですけれども、まあ、そこら辺のところはご希望を聞いてやってるしでもしお近くにそうやって認定講とかあれば、まあ、そこでねあのやっぱりいろんなことをあの先生に教えてもらうっていうのはねあのいいんじゃないかなと思います。 で私も、まあえっと、動画の方でも言ってるんですけど私自身も検定コースとかもやってたんですけどねあの今ね申し込んできてもねする必要ないって自分が言っちゃうんですよねだからあ,のあんまりやってないんですけれどもでとりあえず AAJ に関しては今言ったところで理解していただけたかななんかもうあの 話がしっちゃかめっちゃかになっちゃって申し訳ないですけど、ね、あの動画の場合一ちょ原稿作ってやってるからね、まあそんなにずれることはないんですけれども、このライブってね、なんかこう、好き放題で出ちゃうので、なんかこう、わけわかんないふうな話になっちゃってるかもわからないんですけれども、あのー、今後の話で、その AAJ の方に進むっていうのが、まあ一つのやり方ですよね。で、もう一つはですね、あの、私は、ナードアルマテラピー協会っていうところの認定校もやってるんですよ。で、その、 何て言うのかなどっかで喋ってると思うんですけど、アルマテラピーって、あの、イギリス流と、それからフランス流と、あの、二つのね、流派、流派まではいかないんだけれどもね、ていうのがある程度あるんですよ。で、違いはっていうと、イギリスっていうのは基本的にその、リラクゼーションですね。その、精油を薄めて、全身のボディ つけたりとか、香りを嗅いだりとかして、すごくいい気持ちになって、で、その気持ちがいいからリラックスする。リラックスすると、副交換神経が優位になる。副交換神経が優位になってくると、あの、免疫力が高まる。自然治力が高まる。そうやって予防医学として使いましょうねっていうのは大体イギリスなんですよね。で、フランスの方はどっちかって言ったら、まあ一般的に言うメディカルですね。あの、医者が処方箋を書いて、それでこの西洋飲んだりとか、それから蜜蝋で固めて、あの、 なんていうの座薬みたいな形にしてお尻の中に入れたりとかで結構だからもうパーセンテージもすごいしそれから原液でもバンバン使ったりとかするんですよで、えー、とその AAJ っていうのは基本的にはイギリスから流れてきたで AAJ っていうのはそうです、ね、イギリスの方のイギリスアロマっていうのをこう踏襲してきたで今結構そのフランスアロマっていうのがねわりかしそうやってあの今日の 身を持ってる人が多いんで、すよねでそのナードの方っていうのは、どっちかというと、フランスアルマなので、だから、その、もちろんあの予防医学ですよ。だけど、なんかこう、怪我したときとか、なんかのときに、こういう風にしたらいいよ、みたいな感じでね、その、聞かせる、うんと、今現在、聞かせるっていうことを、聞くとかいうことはあんまり言えないんですけども、一応聞、聞かせるっていうような形で使います。だから、飲むし。 一応日本ではね、まあ、その、引用っていうのはやめましょうっていうふうにはなってますけれども、でもなんかこう、飲むことをいろいろ書いてあったりとか、それからこう、パーセンテージもすごく高かったりとか、そういうことがあるし、それから精油も、あの、検定で皆さんが勉強した30種類の精油って、あの、すっごく安全な精油ばっかりなんですよ。レモングラス以外はね。でも、えっ、ー、と、奈良の方では40種類勉強して、結構きつい精油を使うんです。だから、 きちんと勉強して使い方を間違わないようにしないとちょっとやばいよっていうのもあるのね。だから、声優のことをもっともっと深く勉強したいっていう人は、私はナードの方をお勧めします。で、本当はね、両方、その、やっぱりイギリス流の AHA と、それからフランス流のナードのその、両方を勉強する。 いわゆるその、それがね、やっぱりこれから先ダブルスタンダードになっていくんですけれども、でも両方の協会入っちゃうとね、倍に入会、えっ、ー、と、倍の年会費がいるじゃないですか。だからそこら辺も、あの、こう考えて、別に両方いいよっていう人だったら、私は両方入ることをお勧めします。あの、解放誌もね、やっぱり来るので、で、ナードの解放誌って言ったら、例えば認知症とアルマとかね、まあ、それからなんか、なんだっけな、更年期障害とアルマとかね、ん、ま、か、あ、結構そういう風なテーマでね、来るので、まあ、そういうのが知りたい人にはいいかなと思います。 えっと、認定講習会の履修証明書は AAG に入会しなくてももらえますかはい、もらえます。んで、なので、それをずっと置いとけばいいです。で、その出す時に入会すればいい。声優飲んでもいいですねって、いやいや、飲んでもいいことはないんですよ。あの、ちゃんと勉強して、で、それで飲める声優と飲めない声優がある。なので、そこら辺のところ何でもかんでも飲むっていうふうにするとね、あの、それは危険なのでね、やめてくださいね。だから、 えっと、基本的に検定一級レベル。だから、アドバイザー認定講習会の段階でも、あの、声優っていうのは、あの引用はやめましょうと言ってます。で、それで、今度勉強していったときに、自己責任のもとに飲むのは結構いいです。で、えー次、次に 私の日程講習会を受けたい。<laughs> ありがとうございます。あの、えっ、ー、と、申し込んでいただければ、日時を、日程をこう調整して、あの、お話ししてやりたいと思います。あの、私こんな風に夜遅くでもいいし、朝,朝早く、朝早く、まあ朝6時ぐらいまでだったら全然 OK ですけれども、あの、時間全然大丈夫なので、あの、言ってもらったら結構です。声優の引用に関してはですね、 ちょっと、あれ、なんていうのかな。今、あの、ネットワーク系の声優で、あの、うちの声優はね、ピュアで、ピュアだから飲めるよって言われてるところがあるんですよ。で、私もそういう方と一回なんかお話し,したときに、なんかこう、水を出されて、そこにレモンの声優をボトボトと落とされたんですけれども、それで一番最初見たときびっくりしたんですけれどもね。で、いろいろと聞くと、あの、まあ、そこの売りはですね、 う,えっと、うちの生理は他の生理と違ってすごくピュアだから飲んでも OK だっていうんですよね。それは基本的に私は考え方が間違ってると思うんですよ。あの他の生理も全部ピュアなんですよ。ピュアじゃない生理って基本的にないんですよね。ただそのピュア,じゃピュアなんだけれども、どちらかというば今日本では雑貨として入ってるので、だから飲むことを推奨していないっていうだけの話なんです。で、 えっと、今度その雑貨だっていう話になった時にそこはね、いや、うちの繊維はね、雑貨として輸入していない。食品添加物としてやってるから安全だって言われるんですよ。で、これも私はちょっと違うと思う。食品添加物の定義は何でしょうって言うとね、食品に添加するんですよ。食品をなんか加工するときに添加する。例えば今からだったら、もうちょっとしたらあの、お正月のお節料理の中に入ってるなんかま、あの、ピンク色のかまぼことかあるじゃないですか。ああいうのって、えっ、ー、と、色をつける添加剤が入ってますよね。 それから、防腐剤もあれ、食品添加物なんですよ。それが、発がん物質だって結構問題になるんですよね、食品添加物って。だから私はね、余計怖いよなって、食品添加物そのまま食べますかって話でしょ。だかその、あの、あれ、なんてうの、赤色っていうのかな、赤色,っていうの赤色軟膏とかね、それからそういう風になってるやつをね、そのままペロッと食べますかっていう話になってくるので、それもね、奇弁だなって思ってるんですよ。だから、 やっぱりその辺のところを、えっと雑貨だからダメで食品添加物だったらいいっていうのではなくて、ちゃんとしたピュアなきちんとした成分分析されているような精油だったら、あのフランスでどんどん飲まれてるわけだから、あの、ちゃんと勉強して飲むのは全然 OK だと思います。そうそう勉強してから飲んでくださいね。で、あとね、えっと、ナードはね、クラフトはね、ナードすごいんですよ。で、もういっぱい作ります。 で、その、なあの、その、えっ、ー、と、まあ、私はアドバイザーコースっていうのを教えてるんですけれどもね、まあ、あの、毎回作ります。で、その、ズームでやるときは、えっ、ー、と、まあ、遠い方だったら私は材料全部送るんですよ。で、それでこのズームの中でこうやりながらとか、あるいはね、私今姫路に住んでるんだでね、まあ、姫路城をあのこう、なんか、えっ、ー、と、見に気がてら1日くらい来てもらうとかね、っていう、この間も福岡から来られたりとかしてるので、まあ、そういうことしてもらっても結構かなと思うし、あとね、 東京とかだったら私行きます。で、結構ね、あの、旅行が好きなので、あの、まとめてね、1点まとめてもう2日ぐらいでやっちゃうとか、いうこともできるので、まあ、そこら辺のところはねあの、あの、ご相談ください。東京結構ね、娘がいるので、今年も今月もね、11月のね、えー、っと、終わりの方に行きます。だからね、その辺のところもね、どんどん言ってもらったら結構です。 いやいや、みんな申し訳ないなって。<laughs> 申し訳ない。なんかこう、ライブしたら宣伝しちゃったみたいな感じになっちゃって。いや、他にもいい先生いっぱいいるのでね、そこら辺のところはね、まあいろいろ調べてやってもらったらいいと思います。えー、っと、香りテスト、何が出ましたか私はわからないんですよ。今日の香りテスト何が出たのかっていうのは。でね、香りテストは私は全く重要視してないんですよ。っていうのはなぜかっていうとね、メーカーによって香りが全然違うんです。これ私、いろんなところで言ってると思うんですけど、本当に違うんですよ。で、なので、 <laughs> 東京出張授業ですいいですよ、言ってください。<laughs> 東京行きます行きます、全然、あの、言ってください。で、あの、実際ね、えー、去年、一昨と,としかな、一と年しの検定を受けてくださって、それあの、東京の、えっと、白金なんですよね、白金の方がね、私のこの講習をズームでずっとインスラクターを受けてて、それアロマセラピストまで行きたいって言って、アロマセラピストって実技あるんですけども、実技、実技を2日間でこう全部やっちゃう実技って私はやってるんですけどね、それをね、東京行ってやりました。 二問目の声優って私はちょっとね、今日分,分かんないです。あの、教会から教えてくれないし、ですので、何だったんでしょう。えー、っと、二問目、マジュラムなの何なんだろう。あアロマカードいいですよ、全然。<laughs> アロマカードね、今ずっとやっちゃってるからね、あれなんだけれども。うん、そうそうそう。だからね、あの、香りテストなんてね、みんなそんなにね、あの、悩まなくていいんですよ。もう最初からすればいいんですよ。私はもう最初から済てますからね、自分でね。 で、えっ、ー、と、まあ、当たれば儲かる儲けもんみたいな感じでやっていけばいいので、あの、基本的に、あの、試験っていうのは、あの、満点取る必要はないでしょう。もう最低点でも合格は合格なんで。だから、えっ、ー、と、全然 OK だと思います。で、マジョラムもね、そうですよね。その、メーカーによって本当に香り違うし、えー、わからないですけど、わからないから、もうそれがダメだったからって言ってね、落ち込む必要は一切ないです。その、やっぱりね、イランイランとかね、一番違うのゼラニムですね。なので、えっ、ー、と、ただ、その、 今回出る17種類だっけ。あの中でゼラニウムと間違えるような生育はあんまりないと思うので、だからまあこれ変、臭い、臭いけれどもゼラニウムだなっていうのはあるかもわからないんですけど、本当に全然違うのでね、あの、そこら辺はね、あの、いろいろと嗅ぎ回ってやってみてもらったらいいかなと思います。コメントでね、いただきましたけれどもね、その、えっ、ー、と、アロマテラピーや自然療法を全く信じていない人がいるみたいな感じのね。で、そのうちに、確かに、あの、医療に、 まあ今、実際フランスでは医療に使われてるから、日本でもね、その医療に使われるかもわからないですけど、まあその私が生きてる間に使われるかどうかはわからないんですけれどもね、昔の漢方がそうだったでしょ漢方なんか全然だって言ってたけど、今結構お医者さんでも漢方出すようになった。そういうような感じで、なるかもわからないんだけど、私はね、あんまりなってほしくないんですよ。なんか、雑貨のまんま、医薬品じゃなくて雑貨のまんま、このグレーゾーンにいる方が誰でも使えるんですよ。 で、これがね、医薬品とかになっちゃうと、例えばその、あのー、医療系の免許を持ってる医師しかね、処方ができないとかね、なんかそんな風になっちゃったら、せっかくの予防医学で使える、こう、私たちが誰でも使えるものがね、使えなくなるでしょ。だから、全然その、えー、っと、私は、あのー、どっちかわかんないよっていうところで言ったらいいと思います。で、 だから私たちだけが知ってりゃいいんですよ。万人が知らなくてもいい。でなのであの、常に魔女は迫害されるんです。だから、その、それの中で、えっと、自分でいいと思ってやってればいいと思います。で、そのね、 やっぱり今、西洋医学に、もうほとんどが皆さんがこう、ありしてますよね。私も別に西洋医学は嫌いじゃないですよ。あの、やっぱり速攻性があるし、で、その、聞くときにはもう本当に聞くので、あの、全然、あの、OK だし、私もそうやって薬飲んだりとかするんですけれどもね。で、その、そういう方々とたまに話す、まあ、こうやって仕事してたらね、いろいろとドクターとかも話したりとかするんですけどね。あの、その時にやっぱりエビデンス、エビデンスって言うんですよ、ああいう人たちってね。で、確かにね、 この植物療法とかそういうのはね、エビデンスはないですよ。これを何人の人にこうだけやった。今、だんだん AAG がそういうのを出し出してるけど、まあその大規模的なことはしてないじゃないですか。なので、うんと、そこをすごくついてくるんだけど、私はね、このね、あの、この今の西洋医学で高々かかね、100年か200年ぐらいかな。で、アロマテラピー自身も、アロマテラピーって言って西洋を使うっていうのになった時にガット補正が1936年、 ぐらいだったかなだからまあ100年ぐらいなんだけれども、か同じぐらいなんですよね。でもう、じゃあ、その精油はどこから取るのって言ったら、薬用植物でしょ、薬用の芳香植物。なのでね、アルマテラピーの歴史っていうよりかね、芳香植物の歴史なんですよ、いわゆる薬草の歴史なんですよね。そうしたらね、エビデンスってね、私はね、この1000年、2000年を超えてきた、で、今に伝わってる、これが素晴らしいエビデンス以外ないと思ってるんですよ。 そんなもん100年や二0 0年なんかにね、負けるかみたいな。だから、いや、負けるかって、この競争してるわけじゃないんですよ。もう、それぞれの良い,いとこ悪いとこがあるから、西洋医学の良い,いところそれから、あの、東洋医学というか自然療法の良い,いところを取ってくればいい。なので、やっぱりその、えっ、ー、と、こちらの方で私たちのアるマであったりとか、自然療法でできないのって、やっぱ検査なんですよね。 血液検査とか、レントゲンとか、だから、そういうようなところは、こっちの生于医学で見てもらって、その結果、じゃあどうしましょうっていうのは自分で考えて、で、こっちをやる。で、私も今ちょっとね、病気抱えてるんですけどね、あの、生医学の方の医療センターの先生には内緒で漢方の先生かかってたりとかするんですね。だから、そんな風にね、知ってもらったらいいかなと思います。うん。で、えー、っと、この検定医級なんていうのやってみたら結構ね、あのー、簡単だったでしょ。 久しぶりの試験だからみんな一生懸命勉強するんですよね。だけど、こう受けてみたら結構簡単だったみたいな感じの人が、あの、感想がすごく多いです。だから、えー、っと、でもそれを一つのきっかけとして、えー、っと、今後やってもらったらいいかなと思います。ありがとうございます。直接お会いして、えー、っと、被り物取ったらまた漢字違うらしいよ。あの、こう、ズームでやってる人が、え、なんか全然感じ違うって言われるんだけれども、なんか私自身はそうは思わないんですけれどもね。なので、えー、っと、 とりあえず、まあ、テストっていうのがね、なかなかね、あ,のこうある程度卒業し、学校卒業しちゃってからはないから、でみんなこう緊張するんだと思います。だけど、あのまあうん、基本的にあのちゃんと自分のためにやってると思えば全然 OK だと思います。で、ね、私はね、えー、アロマテラピーをやったのは、実は48、49くらいだったかな。49ぐらいです。で、えー、認定校をやったのが 50. ですね。50歳から認定校やって、これを教え出して。で、さっきも言ったんですけれども、あの、私はね、とにかくね、えー、っと、中学の時にね、理科が超苦手だったんですよ。で、理科が苦手で、で、その、高校受験5科目いるでしょ。で、それで理科があまりにもできないので、うちの母、 は理科だけ私に家庭教師つけたぐらい理科がダメだったんですよ。で、その中学は、えっと、数学はままだったんだけど、高校入ってから数学大嫌いになっちゃってで、そのもちろん理科はずっと嫌いで、っていう、だからもう最初に高校入った時点から私は私立文系みたいな感じで言ってたんですよね。それがね、なんと今、50を超えてから科学を教えるのを教えたりとかね、介護生理学を教えたりとかね、だからね、本当に人生ね、むちゃくちゃ、ね、こうどうなっていくかわかんない。だから多分、 あの、今のその一部分だけのアロマテラピー必要な一部分だけの科学とか介護生理学だからすごく面白いんだと思います。で、これがなんか全部あの理科の教科書みたいになっちゃうと多分ダメだったと思うんですけれどもね。なのでこの年になってあの科学の周期表を見たりとかね、そんなことになるからね、勉強ってね、本当いつからでもできるし、自分でやりたいなって思う勉強ってね、本当に楽しいと思うんですよ。だから皆さんもこれをきっかけにあの、やればいいと思います。んで、 えっと、大体ね、解剖生理学全然わかりませんみたいな感じになるんだけどね、結構面白いのでやり出すとね。なので、もしよ、あれだったら挑戦してみてください。そして、えっ、ー、と、AAJ っていうのはね、あの上のインストラクターとかセラピストとか行くんですけれども、あの、AAJ はね、勉強する子はね、解剖生理学が得意にな,なるんですよ。で、ナードで勉強する子はね、科学が得意になるんですよ。っていうのはね、ナードの方は科学、 科学でね、あの、解剖整理はね、まあ、うわっつらみたいな感じで、で今度 AIJ はどっちかって言ったら解剖整理、解剖整理、解剖整理で、科学はなんかちょっともう一つこっちで置いとお言って、まあ、勉強するんですけどね、みたいな感じです。ただ、最近ちょっとこう、寄ってきてるって感じはあるので、なので、まあ、そこら辺のところでね、あの、自分は何がしたいかなっていうのをね、考えるといいかなと思います。で、上位資格は難しいですかって、まあ、それはこの検定級に比べたら難しいですよ。だけど、うーんと、あのね、基本的にね、 インストラクターコースはね、あの、えー、っと、声優についての復習。で、ただね、この30種類の声優の学名とかを覚えなきゃいけないんです。だからそこら辺の暗記項目がちょっと増えるけど、でも学名の追い方って私動画も出してるんですけれども、あの、それをやればね、あの覚えられるし、で、だからこう、なんていうかな、グループ分けするとかね。 で、あとね、やっぱり解剖整理学でも、あの、インストラクターの場合は、免疫と、それから、えっ、ー、と、神経と、あと何やったっけな。免疫と神経と、内分泌、ホルモンですね。でだけなんですよ。あと、まあ、あの、発生とか。だからそこら辺だけなので、まあ、自分の体のことだから、 あの、結構それを理解しておくと、何かの時にね、すごく役に立ちます。なので、あの、例えば何かの、えっ、ー、と、調子が悪くて病院行った時にも、先生が言ってることがよくわかる、みたいな感じのこともあるんですよね。だから、え、取っても一ててもいいと思いますよ。なので、まあ、何でも何でも挑戦していくことが大事だと思うので、もうその気があるんだったらね、やっちゃうといいと思います。 まあね、その認定講習会で、これから高校の,その、えー、とインストラクターの勉強するにはこうしたらいいよみたいな感じのことも言ったりとかするんですけれども、まずね、えっ、ー、と、インストラクター、AEAJ、AH、の場合は、インストラクターの試験を受けると、自分で認定教室が開けるんですよ。で、その認定校と認定教室っていうのがあってで、認定校はこうやってそのインストラクターコースとか全部教えられるんだけど、認定、認定校ね。で、正しい法人の会社を作んなきゃいけないんです。で、認定教室はインストラクターに合格すれば、 教会に確か5万円くらいかな。なんか払ったら、そしたら認定教室っていうね、なんかもらえるんですよ。AAJ 認定アロマテラ、アロマテラピー認定教室ってね。で、それの看板を掲げて、で、自分でいろいろと教えていく。なんかこう、楽しいアロマとかね、初めてのアロマとかね、それからなんかローション作りましょうコースとかね。なんかそういうことができるんですよね。で、それと、アドバイザー認定講習会っていうのを、あの、えっ、ー、と、 開講することができる。だからそういうことで、えー、とやってる方も結構いますので、それだとね、自分のお家での一室でできるからね、そんな風にしてもいいかなと思います。上医学ね、えー、緊張しますよね。だけど会場受験に比べたら全然 OK じゃないですか。会場受験の方がもっと緊張するよね。だから、あのね、みんなね、ついてる運があるんですよ。このね、コロナになってね、でそのネット受験、このインターネット受験になったっていうだけで、私はね、すっごいラッキーだと思いますよ。 だって家にいながらそこに行かなくてもいいわけだからね。で、その会場のピリピリした雰囲気も味わわなくていいわけだから。だからね、ここで受けたっていうこと自体、あなたたちはね、すごく運がある。で、あのー、ここの教会ってさ、何ボンある、まあ、環境協会って名前でしょで。その歴史じゃなくて教、教会の成り立ちのところがちょっと出てたかな、検定に、えー。2005年に、 アルマ,マ環境協会になって、それまではね、アルマテラピー協会だったんですよ。で、そのアルマ環境協会になったがために、環境省の管轄のところになったがために、その2005年から5年ぐらいかな。検定テキストの中にね、環境問題が出てたんですよ。ヒートアイランド現象であったりとか、里地里山木とかね。だから、その時に受けた人たちはそれを覚えなきゃいけなかった。 でも今そんなの全然出てないじゃないですか。だからいつどんな状況で試験を受けるのかってね、これ運なんですよね。だからその環境強化になった時の人ってさ、もう多分今のあなた方の勉強よりもっと勉強しなきゃいけなかったの。その環境のことに関してね。でもそれ今なくなっちゃってるから、だからそれでおまけにネット受験でしょこんなラッキーなことはないなって私は思うんですよね。だからコロナもね、うん、あの、それは大変ですよね。なったらね。だ、だけど、あの、 それはそれでねあの、いいように捉える。で私はあの、趣味が旅行なので、あっちこっち行くんですけど、18切符なんかでもね、あのまえー、と毎年3回18切符で行ったりとか、いろいろ行くんですけれども、で、その、どっちかとてやっぱり海外旅行が好きで,で、そんなしょっちゅうしょっちゅう行けないんですけど、例えばねあの、沖縄とかね、行ったことなかったの。で、北海道も学生の頃にスキーで行っただけで、ちゃんとまともに北海道行ったことなかったんですよ。で、北海道とか沖縄行こうと思ったら結構高いじゃないですか。 で、その、たぶ安くても8万とかでしょ ?8 万とか9万でしょで、そんなね、10万近く出すんだったらね、え、ソウル行けるじゃんとかね、台湾行けるじゃんみたいな感じでね、で、そっちに目が向いちゃっててね、あの、全然行かなかったんです。でも私、コロナで海外に行けなくなっちゃったから、だからね、沖縄行ったし、北海道なんかなんと2回向いちゃったんですよ。で、もう国内どん、結構結構あっちこっち行ってるので、だから、あの、コロナで、結局その、 あの外に向いてたのが内側に向いて、で、私的にはやっぱりそうやってね、あの新たにそういうふうにして、日本の中でいろいろと行くこと、ところができたから、結構ねあの、良かったかなと思ってるんです。まあ、そのコロナで亡くなった方々にはね、あの大変失礼な話か分からないんですけれどもね。だからそうやってね、うまいことね、あの自分で、えー、持っていく、私って運があるわとかね、ついてるわって思うようにするとね、いいと思います。歴史ね、面白いでしょう 今ね、アルマカードずっとね、やってるんです次何しようかなってみんな何,何やったりと思います私、この、で、あのアルマテラビの歴史上の人物とかやっていこうかなと思ってるんだけれども、なんかこんなことやが聞きたいとかいうのがあったらね、また言ってもらったら結構です。うん、歴史は本当に面白いですよ。だって、あの、誰も事実分かってないから。で、えー、っとね、うん、まあ、その、にゃんこ、にゃんこさんの先生がどう言われるか分からないんですけれども、インストラクターの試験って、うん、勉強する範囲が必須履習と全履習っていうのがあるんです。 で、全履修っていうのは、インストラクターの、えっと、試験範囲を全部する。なので、えっと、解剖生理学も健康学もいろんなことが全部するんです。だからそれだけあのコマ数が多いので、当然受講料も高くなるんですね。で、それからもう一つはね、必須履修っていうのがあって、で、その必須履修はアルマの えっと、外論っていうね、アロマテラピーってこういうことだよっていうことと、それから、アロマの、えー、っと、声優の格論って言って、30種類の声優順番にやっていくっていうことと、それから、アロマテラピーの利用法って言って作るやつ。で、それから、まあ、えっと、インストラクターなので、アロマテラピー教育。それだけをやればいいって必須利集っていうあるんですよ。で、なぜ必須利集っていうのがあるかというと、あの、一番最初、私がね、あの、この、 業界に入ってきたっていうか、このスクールやり足した頃っていうのはね、アロマテラピーを受けようかなっていう人ってね、ちょっと文系で、で、なんかアロマっておしゃれみたいな感じでね。で、それで、あの、こう受けに来た人が多かったんだけど、それからね、3、4年経つとね、あの、理系の人がいっぱい来るようになったんですよ、ね。あの、要するに看護師さんであったりとか、理学療法士さんであったりとか、それから薬剤師さんであったりとかね。そしたら、彼女たちってもう解剖生理学バッチリ覚えてるじゃないですか。もうそんなもう私たちのレベルじゃないですよね。で、 私のこの独断と偏見がわかんないけど、利権の人間って暗記が得意かなとか思うのね。なので、受かるんですよ。インストとかに。で、結局ね、あの、いや、そうそう、その前に言い忘れてましたけど、私たちの頃っていうのはね、一次試験と二次試験っていうのがあって、一次試験は今日皆さんが受けたような、そのマークシート。 それから二次試験は筆記だったんですね。で筆記だったら、例えば学名をそのまま書かなきゃいけないとか、いろいろあったんです。だから、結構ハードルが高くって、で、私たちは、あのー、認定、認定校に行って、そこそこの授業料を払って、そのインストラクターのコースを受けると、その二次試験を受けなくていいよっていう二次,二次試験免除申請っていうのがあったんですよ。で、私はその二次試験免除申請を、 まあ、その、お金で買おうと思って、で、スクールにお金払って授業を受けて、それで受けたんですけど、で、そうするとね、理系の人間はね、どんどん二次試験ね、独学で受けれるでしょ。だから、スクールに通わなくても受けれたんですよ。で、そうするとね、そうやって、あの、こう、全くアルマテラピーの声優を一歩も持っていない。で、ローションを作ったこともないっていうインストラクターが生まれてくるでしょ。試験だけ通るわけだから。で、それってちょっとまずいんじゃないですか。なので、 その、えっと、協会がシステムを変えて、その二次試験を全部撤廃しますと。その代わり、だから一次試験の、一次試験ってもう一つの一本だけでマークシートでしますと。その代わり、認定校に行って必ずそのね、えー、アロマテラピーについて、それから生意の30種類について、それから、えっと、なんかを作り、利用法でテキストの点を全部作ってください。 で、それで、そこで、履修証明書をもらってください。それを勉強したっていう証明書をもらってください。で、その履修証明書を教会に送ったら、初めて受験資格を与えますって変わったんですよ。なので、まあ、私はね、必須履修だけ受ければいいと思います。認定校で。で、あとはね、あの、公式のテキストができたのね。で、昔は公式のテキストがなかったので、各認定校が作ったテキストを使ってたんですよ。なので、うちのに来た生徒さんは、私が作ったテキストで勉強してたんです。 ところが途中からその公式のテキストはできたので、なのでそれで自分で勉強すればいいです。で、その解剖生理学とか健康学のあたり、私多分 YouTube で出してます。なのでそこで勉強してもらったらいいし、わかんなかったら聞いてください。で、どんどん質問してもらったらそれでできるので、なんで、その必須リッシュだけだったらそんなにお高くないと思うんですよ。あの、そういうふうな形でやってもらったらいいと思います。でですね、また宣伝になるんですけど、いや、あんまり宣伝したら私忙しくなっちゃって、遊ばなくなって困るんだけど、あの、 インストラクターのその必須シ集コース、うちはね、7万7千いただいてるんですよね。ちょっと YouTube で、えー、こう、から申し込んでくださった方は、あの、割引して5万5千でやってます。で、その必須利集、リッシ集だけね、っていうのをやってるので、まぁ、あ、あの、ちょっと、もしよければ、えー、どうぞっていうことです。で、まあそんな感じです。何歴史の話。やっぱり歴史ですね。了解です。歴史あります。あ、あのね、えー、っとね、質、品質ですね。繊維の品質についてなんですけれどもね、 例えば、これもどっかであげてるかもわかんないんだけど、あのえっと、新茶をいただきました。で、その新茶をね、えー、いただいて、で、その一番最初、こう、急須で入れるでしょ。で、飲んだらね、すごくなんか香りもふわーっといい香りがするし、で、味も甘いし、甘くて美味しいし、で、多分ね、カテキンいっぱい入ってると思うんですよ。カテキンとか、その、いわゆるそのお茶に入ってるようないろんな成分ね。で、今度、それ飲みました。 じゃあ次またそこにお湯を足して2 0目入れました。で、また3000名、お湯を足して3 0目入れました。じゃあ1 0目のものと3 0目のって同じですかっていう話なんですよ。違うよね。多分3、もう2 0目から減っていって3 0目にやったら家庭金なんか私はないと思うし、で、それをはいどうぞって言って出された、あ、お茶だって思って飲みますよね。で、当然その同じものだから、そのお茶だ、お茶のその葉っぱは一緒なので、学名は一緒なんですよ。同じものから取ってるから。 で、そういうところから言うと、当然、その、一戦目で取ったものの方が高いですよね。で、それからだん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 安くなっていく。だから、イランイランなんていうのはね、5回ぐらい取れるんですよ。ねええっと、一番最初の、だから、イランイランエクストラとか、イランイランコンプリートとかって名前がついてるんだけど、で、最後の方になったら、 もうあの学名がカナンガオドラータっていうので、イランイランじゃなくてカナンガっていう名前が付いてたりしてて、それでも香りがすごく強いから、石鹸とかの,、ね、あの香料漬けにつけられるんだけど、それはもうね、イランイランの,その効果っていうのは全くないですよね。だから、えー、っと香りは残ってるので、その安い精油とかね、その品質の悪い精油っていうのは、アロマをするんだっていいと思います。例えばトイレの芳香剤とかね。でもアロマテラピーではないです。テラピーってほら、治すとか治療っていう意味があるんでしょ だから、香りのその精油を使って、治す、治そうとする。あるいは、その元気になろうとするとか、リラックスするっていう、そういうような作用を求めるのであれば、その品質の良い,い精油じゃなかったら、全く意味がないんですよ。ですので、そういうところでね、あと、だから、合成はもう、それはね、あの、化学物質ですからね。うん、だから、全く意味がないですね。あの、下手したら、かえって、あの、脳が狂わされる可能性はあります。 香料で脳が騙されるってことはね、ないですね。っていうのはなぜかっていうと分子で行くから。香りっていうのは分子でできてるんですよ。なので、あの、その、香りっていうのは私たちも分子でできてるじゃないですか。私たちも細かく細かく切っていって、民地調にしていったらね、あの、炭素とか水素とかカルシウムとかリンとかそんなもんでできてるでしょで。それと同じで、精油っていうのはね、その分子の塊でできてるんですよ。だからそれを科学で勉強するんだけど、で、それでね、 その例えば、こう、なんか蓋を開けました。声優の蓋を開けたら、そこから分子がふわっと飛んでくるわけ。で飛んできて、それが鼻の中にピッと入っていって、その鼻のところ、旧細胞のところについた時に、初めて香りの情報として脳に入っていくんです。なので、その分子がそもそも違うじゃないですか、合成で作ったら。だから意味がないんですよね。そういうことです。わかるかなあのー、本当に必須リッシュだけ受けて浮いたお金で声優買ってください。その方が絶対勉強になる。だからまあ、本で勉強しなかったの。 えともし自分が教えることになったら、やっぱりテキストちゃんと見てくださいね。あのね、スキンケアのね、えっ、ー、とー、スプレーの作り方ってね、あの、短,短すぎるんですよね。例えば、スプレーの作り方、もうここで言っちゃいます。えっ、ー、と、どっかでも言ったかもわかんないんだけど、AEG の検定だったらね、アルコール5ミリを入れて、そこに精油入れてみたいな感じで言うんじゃないですか。で、あと水入れましょうって45ミリって。なんビーカーなんかね、みんな持ってないよね。 なんで、あの、その、スプレーボトルだけ買ってきて、まあもちろんアルコールも薬局で買ってきて、で、その、スプレーボトルのね、半分ぐらいアルコール入れちゃうんですよ。で、そこに好きなだけボトボトボトって入れる。で、それから今度、型のところまでね、水入れたらいいんですよ。まあできれば、精製水がいいけど、精製水あと使わないので、えっと、イロハスとかね、ああいうやつを入れれば、それで出来上がりです。だから、あえて動画にするほどのことでもないんですよね。なので、えー、っと、 で、なんかこう、おしゃれな動画作ってる人いっぱいいるじゃないですか。その、その、アロマで作るみたいな。まあ、ああいう方の方が多分綺麗に作ってると思うので、私ぐちゃぐちゃなんでね、ちょっと恥ずかしいから出せないんですよね。で、あとね、えっと、スキンケアに関しては私は、えっと、ローズウォーターをスプレー、あの、ローズウォーターが化粧水ですね、今は。ていうかね、それさえ忘れます。あのね、ナードの YouTube 配信はできないんですよ。あのー、すっごく厳しくて、つまりその、なんていうのかな。 結構、この、あれに聞く、これに聞くって言いたりとはすることをするなので、下手したら事故を起きるんですよね。で、だから誰が誰に教えたかっていうのをね、全部紐づけてるんです。だから、その、ナードの勉強はするには、まずそのナードの教会に入会して、その、えっと、番号を、要するに会員番号をもらって、その会員番号を私に教えてもらって、で、私が教会にそれを言うことによって、初めてテキストがね、売ってもらえるんですよ。 だから、えっと、今日、ここで AAJ みたいに、誰でも彼でもテキストを手に入れることはできないし、だからそれをね、ちょっとね、あの、YouTube ではできないですね。YouTube でやったら私怒られちゃいます、などから。だから、そこら辺はね、ちょっとごめんなさいなんですよね。クラフトですかクラフトねうん。考えます。あのね、えっと、ドラ,ドラグサン発火油、全然いいと思いますよ。多分あれね、北見の発火とか使ってると思うので、ただね、バン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 使ってくださいね。量が多いから。 だから、えっと、やっぱりね、長いこと置くと成分変わってくるので。フレグランスコンテストね。今やってないんじゃないかな。結局、あの、フレグランスコンテストに応募者を増やすためにブレンドデザイナーを作ったのではないかと私は疑ってるので。で、うん、あの、だから、あの、ブレンドデザイナーのテキストの中に、確かなんかそれの、あの、何だっけな。あの岩手の香り、岩手茶はどっかの香りあの、ありましたよね。適当に作る方法ね。 <laughs> そうなんですよね。私、とにかくめんどくさがり屋なんですよ。なので、まあ、その一番最初は博多って面白かったんだけど、もうだん,だん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 めんどくさくなってきて、だからね、えっと、もう簡単に作れないと続かないでしょ。で、私も、あの、そういうなんか、例えば PTA のお母様方の集まりとかの、そのアルマの教室みたいなのに呼ばれたりとかしていくんだけど、最初のうちはね、えっと、大体ス,いいスプレー作りするんですよ。で、 5ミリどうやって測れそうかなと、そんな人数分、うちビーカーなんか全部、あの、開けちゃったら、使っちゃったら、あと困るじゃないですか。なので、どうしようかなとか思ってて、で、そしたら、あの、スプレーのね、キャップがね、ちょうどね、あの5ミリなんですよね。で、そこに、じゃあ、キャップのところアルコール入れてくださいって言ったら、みんなこぼしまくって大変なことになって、で、次は、5ミリのところにね、なんかこう、メンディングテープかなんか貼ってね、んで、ここまで入れてくださいとか言うこと、いろいろ私は試行錯誤してきたんですよ。で、その結果、 そこで作っても、これを全部使っちゃったら、次に、これ、この人はもう作らないだろうなっていうふうに思ったのね。なので、これは絶対、誰でも簡単に作れる方法じゃなきゃダメだっていうふうな感じで、で、じゃあもうアルコールを入れてくださいっていうのを言って、こちらとしてはね、材料費が高くなりますよ。アルコール高いからね、水に比べたら。だけど、 あの、みんながやっぱりっ、あの、作れなきゃいけないっていうのがあったのでね。で、飲んで、さっきアルコール半分ぐらい入れてたらいいよって言ったんだけど、ね、その時にアルコール3分の1ぐらい入れてくださいって言うんですよ。で、3分の1ぐらい入れてくださいって言ったらみんな半分ぐらい入れるんでね。で、それであとお水を足せばいいって。で、お水もその、生成水っていうふうに言っちゃうと、生成水しかダメだって日本人って思うんですよ。だから、えー、っと、まあ、飲料水だったらいいよって。で、も何もなかったら水道水でもいいよみたいな感じでね、やっていけば続くと思います。 えっとね、無印良品のせい。これよく聞かれるんですけどね、あのー、方向くにしたらいいと思いますよ。うん、だから、えっ、ー、と、体に塗ったりとか、そういうのはね、あのー、おすすめしません。おすすめしませんっていうかね、あのー、だいたいあそこだからそんな感じで売ってるでしょその、あの、なんか、ほら、棒のやつっていうの、なんかフレグランズのあれにしたりとか、基本的には方向くっぽい形で売ってるじゃないですか、トリートメントじゃなくてね。 なので、あの、やっぱりね、トリートメントとか、そういう、マッサージだったりとか、そうやって効かそうと思ったら、それなりのをちゃんとした製じゃないとダメなので、で、それと無印がどこから入れてるかわかんないんですよね。各製のメーカーってバイヤーがいて、で、世界各国に農家と契約してて、そこから入れてるんですよね。で、だからそこの農家によって、例えばその農家が、 全部そのめんどくさいから全部農薬使っちゃうとか、それから肥料も化学肥料を使うって言ったらもうラベンダーなんかうわーっとできるじゃないですか。で、それで取った精油なのか、そうかもう完全無農薬で有機肥料で作った生油のラベンダーなのかによっても全然違うでしょで。そこがね、私は値段に反映すると思うんですよ。要するに、あの、スーパー行って有機野菜は高いでしょ。そうやって無農薬とかね、お米もそうですけどね。で、そのそうじゃないやつって言ったら安いじゃないですか。私はあれだと思うんですよね、何でも。 だから、えっと、無印の精油はどんなのかな私たちも一応買ってみたんですけどね。まあ、香りはね、悪くはないと思います。だから、その、本当に方向剤として使うのにはね、全然 OK だと思います。だって私結構無印好き、無印,好き無印良ですからね。だから、あの、別にそれでいいと思うんですけど、その使い方をね、えっと、や分けてやってもらったりと思います。えー、っと、ナードアドバイザー受講料はねけ、えっとね、テキストがちょっと高いのでね、12万ぐらいします。あ、あの、無印のキャリアオイルはね、どこでもいいと思いますよ。 まあ、それはいいのに越したことはないけれども、あくまでもね、あのこの主役じゃないのでね、あのね、えっと、声優はね、どこのメーカー使ってもね、好みだったらいいんです。だからみんなその生活の機能の声優であろうが、その無印の声優であろうが、みんなピュアな声優なんですよ。だから、あのそれをその、えっと、使っちゃいけないとか、それからその使っていいとか、そういう問題ではないんですけど、ただ、どういう過程で作られてるかっていうのは見えないんですよね。 だから、その、成分分析表がついてる、まあ、その、ナードの方は、あのプロ、プラナロムっていう成分をまあその、使わなきゃいけないんですけれども、全部、その、ロットごとに成分分析がついてるんですよ。で、だから、成分分析がついてるってことは、それだけの成分がこの瓶の中に入ってるよってこと証明でしょ。なので、まあ、それで安心して使う。だから、メディカル系の人っていうのはもう完全にそういうのを使いますね。だって怖いじゃないですか。その、あの病気の対処として使うんだから。で、私たちが、その、 あのお部屋の,その香らせるとか、そんな感じで使うんだったら、全然ねあの、いいと思います。自分の好きな香りでいいと思いますね。<laughs> そうそう、だからね、言えないことがいっぱいあるので、あのね、えーと、認定講習会を受けてくださったらね、誰も聞いてないじゃないですか。なんで、そこでね、バンバン言います。えっ、ー、と、イノ不調にミントがいいですけれどもね、えっ、ー、とね、ハーブティーのミントの方がいいですね。うん、ミントのハーブティーを飲む方がいいと思います。胃の不調にはね。だけど、私はやっぱりね、ハーブティーが一番効くと思いますよ。 あの、だから、私は一応、ナードのスクールをやってるので、えー、プラナロムっていう、声優を使わすだ、使わなければいけないんですよ。で、なので使っています。で、やっぱりそれでね、あの、聞くんです。で、聞くから、やっぱりそっちになっていくかなって。で私が一番好きな声優一番好きな声優何かなだいそんな、やっぱアルバイってたら全部好きって言わなきゃいけないんだけどね。うん、で、あのね、聞く。 えっと、好き、好きって言ったらやっぱりね、ベルガモットとかね、フランキンセンスですね。で、その辺が好きかなと思います。ハーブティーね、私そんなに詳しくはないんですけれどもね、やっぱりその、えっとね、あの、よく勘違いされるのが、ハーブティーと精油は同じように思っちゃう人が多いんですよね。例えばその、えっと、ペパーミントでも、ハーブティーのペパーミントと、それから精油のペパーミントは違います。っていうのはなぜかというと、あの、 精油っていうのはね、えー、っと、水に溶けない成分でしょ使用性。勉強しましたよね精油の特徴のところでね。水には溶けないけれども、油にはよく溶ける。だから、あの、生、えー、っと、水に溶けない、植物の中に入っている香りの成分の水に溶けない部分を取り出したのが精油なんですよ。で、ハーブの場合は水に溶ける成分が出てるんです。だから、本当は精油を使ってハーブっていうものが、その植物全体を取るっていうのは一番いいんですけれどもね。 なので、えっ、ー、と、そこら辺が違ってくるかなと思います。ハーブティーもね、美味しいのと美味しくないのともう差があるのでね。なので、まあ、こら辺は、えっ、ー、と、好きなのを選んでいいかな、選んで飲んでいただいたらいいかなと思います。カモミールティーはね、あれ、ジャーマンカモミールの方なんですよね。美味しいんですよね。で、えっ、ー、と、精油は、ジャーマンは臭く、ものすごく臭いです。だけど、えー、とすごく効くので、私はね、あの、 私にいいことしてくれたのでね、結構ね、好きなんですけどね。アボリジニが飲んでいたティーツリーを飲んだことありますかアボリジニあのね、えっと、アボリジニかどうかわかんないんですけど、一回ね、ティーツリーのね、あの、ティーバッグが売ってたのでね、買いました。あの、飲めませんでした。あの、あんまり美味しくない。えっと、まあ、好みだと思いますけどね。でも、基本的になんだっけ、キャプテン・クックが飲んだからね、リー,ー,ー,ーをね、あの、こう、葉っぱをこう取って、お茶にして飲んだから。 で、えー、ローズマリーチンキね。あ、化粧水全然いいと思いますよ。あの、お肌にすごくいいのでね、ローズマリー。だって、ハンガリアンウォーターですからね。あ、フロリハナいいですよ。うん、安くていいと思います。私も去年の8月でめたんですけど、ずっとあの、ショップをしてまして、で、そこで、やっぱり扱う性っていうのはね、あんまり高いって売れないんですよ、姫路って田舎だしね。なので、えっと、まあ、あの、5ミリ単位で、ラベンダーで1100円ぐらいとか、オレンジで900円ぐらいのやつっていうのを、 で、最初はガイアっていうのを使ってたんですけどね、すごく良かったんだけどね、会社潰れちゃったんですよね。で、その後どこにしようかなと思って、で、その扱ったのがフロリハナです。ところがフロリハナってあの、チャイルドキャップになっててね、私あれにいけるい開けるのがもう超苦手なんですよ。なんでもう開けられないわとか思ってでそれからね、えっと、イギリスのね、フロリハナはね、フランスなんですけど、えっと、イギリスのクイーン、クイーンメリーやったかな、クイーンマリーやったかな。 っていうのをちょっと生きてたんですけど、ちょっと去年の8月をもって店を辞めたので、なので、えっと、今はもうプラナルもいいだけですね。ああ、そうなんで、プラナルもね、高い、高いんだけどね、要するにね、10ミリ入ってるんですよ。10ミリ入ってるから、まあ、半分にしたらね、まあまあ、その効果効能からしたらあれだし、それとね、今、さっき言ったようにね、成分分析表は一本ずつ全部ついてるんですよ。その成分分析ってね、すっごくお金がかかるのね。 なので、それが上乗せされている、つまり保証書の分が上乗せされているっていうふうな感じでね、あの考えてもらったらいいかなと思います。でただ、だからね、この AAGA の1%濃度で作ってるったらね、10ミリって、ね、なかなか使い切れないんですよ。で、ナードの場合はやっぱりね、あの1回に,に20滴使ったりとかね、原液使ったりとかね、それから30滴とかね、そういうレベルで使うから、だからね、10ミリじゃなかったらね、すぐなくなるから、10ミリばっかりなんだと思います。 そうそうそう。だからね、やっぱりプラなもいい、いいですよね。香りもいいしね。うん。で、実際聞くのね、本当に効くんですよ。もう、蚊に刺された時、ラベルダー塗ったら一発で1時間で治るからね。あ、そうそう、ニールズヤードね。そうなんですよ。要するにね、その、イギリスで買うと安い。もう、あの、全部です。で、プラナらも,も多分、えっ、ー、と、ベルギーで買うと安いと思います。あの、なぜかというともう、あの、関税かかるからね、日本に入ってきた段階で。だから、えっ、ー、と、私はね、ニールズヤード好きでね。 最初、その店、ショップするときに、ニールズヤードを入れようと思ったんですよね。で、それで、ちょっと、あの、行って、や、あの、そう言って行って行ったら、その、一番最初にね、80万ぐらい買ってくれって言われたんですよ。で、その中にはね、ローズマリーとかラベンダーとかね、30ミリリットル入りのボトルとかも入ってるのね、誰が30ミリも使うのかなみたいな感じになって、で、その、ね、なんか、やり方がすっごい嫌、嫌になっちゃってね。で、その、やめたんですけどね。 でも、あの、私はいいと思う。でも、あの、日本のリーズやと、割かし化粧品の方にね、あの、重きを置いてますもんね。あのね、プラナルムの、プラナえっと、メルカリで鳴ってるやつはね、並行輸入品が多いんですよ。なので、うん、ちょっと、あの、本、実際のプラナルムだとは思うけれども、あの、プラナルムって、あの、やっぱり作ってるんだけど、やっぱり、中にはいろんなのがあるんですよね。で、そこのプラナルムも日本にも入ってきて、その、 要するに自分のとこの,あのメーカーの名前にした、ブランドの名前にして入れちゃって売ってるところもあるんです。で、ナ、えードの方のは、ナードイコール、ナードアルミテラピー協会イコール喧嘩医学者っていうところなんだけれども、その喧嘩医学者はそのプラノナルミから精優が入ってきた段階で、全部日本で分析かけるんですよ。で、その分析かけて、その時に残留農薬とかがあったら全部突き返してるらしいので、ね、まあ私は詳しくは知らないですよ。なんかちょっと聞いた話ではね。 で、それで、ここで突き返された、じゃあ声優はどこに行くのかって言ったら、ヨーロッパに出回ってるとか、そんな、例えば廃棄処分にはならないと思うんですよねで。そういうのがあるから、だからそういうところで行った時に、やっぱその、えっと、検索医学者が出してるプラナルっていうのは、自分のところでそのロットごとに全部、あの、分析かけてるんで、だからその分お値段が高くなっちゃってる。代わりに、もう安心して使えるっていうのがあります。 ああ、ライブ配信よかったらこれからね、ちょっと1ヶ月1ヶ月ぐらいしてこうやって質問を受けてもいいですね。あ、そうですか。はい。はい、わかりました。<laughs> やります。<laughs> まあ、えっと、こんな形でね、えっと、しすぎ応答をやっていけたらいいかなとは思うので。うん。じゃあ、えっと、まあ、そうね。基本1ヶ月に1回できたらいいなって、私ね、忙しいんですよ。その、遊ぶ方法にも忙しいんでね。だから、えっと、旅行がすごく好きだから、1ヶ月に1回ぐらいあっちこっち行ったりとかしてるので。 なので、うーんと、まあ、なります。そうなんですよね。私ね、合成考量もう全然ダメなんですよ。あの、まだきつく感じるぐらいでいいんです私はね、ドラッグストアのシャンプー売り場にはね、行けないです。それから、あの、そういう、ほら、あの、洗剤で洗った服を着てる子が、電車の隣なんかにもう座ったら、こんな、こんな感じでね、ハンカチでね、しないためになったので、結構なんか、 あの、生活は厳しいですね。そんな意味,意味ではね。こう、範囲がひこう狭まっちゃったみたいなのがあるので。なので、そこら辺のところはね、よしある、よし悪しかなっていう気がします。だから、やっぱりその、えっと、香水をつけてる人の横にはいけないなっていうのがあるのでね。だから、自分で作るといいんですよ。この精油で。天然香水。で、まあ、うち天然香水講座もやったりとかしてるんですけどもね。あの、まあ、そんな感じでね、自分が持ってるやつをブレンドして、で、してもいいし、 まあ、あの、一つだけでもいいと思います。だから、なんだっけな、あの、えっ、ー、と、クリームとか作って、で、それをこうやって塗ってるだけでもね、香りがするし、私ね、あのほとんどあんまり自分では、そうやってローズモーターとか使うぐらいで、あんまりしないんですよっていうのは、その生徒さんに教えるときいろいろアルマ使うから、それ以上に自分が使っちゃうと結構過剰になるのではないかなと思うので、だから、まあ、あんまり使わないんだけど、でも歯医者さんとか行くとね、いやー、中村さんなんかアルマの香りするねって言われるんですよ。だから多分ね、 服とかに染み込んでるんじゃないかなと思うのね。だからそういうふうな感じで、えー、あれです。えー、っとですね、東京出張ね、あの、もしオタクが行けるのであれば、オタクに行かせていただきます。で、前、だから、白金の方の場合は、あの、そこの、おうちのマンションに行かせていただきました。あと、どうしてもっていうときは、うちの娘のマンションかな。そうそう、あのね、そう、百貨店の香水売り場ってか、もう化粧品売り場ね。向こう言ってても、私は、 結婚前は、もともと大阪ですからね。だから、あの、百貨店のね、コース言ってたんですよね。でも、そのね、えっ、ー、と、ちゃんとした匂いがいいと思って、そういう風な合成の匂いが嫌だっていう風な体っていうのは正常な体だと思うんですよ。それがいいっていうのはね、ちょっと、あの、どっかが狂ってるってことだと思います。あの、味覚もそうでしょ やっぱりその、そういうような、あの、いわゆる合成のものっていうものを味の、あの、なんていう、合成、なん、なんとか調味料みたいな使うと、もう、その、気持ち悪くなるっていうような感じなのが正性格だと、あの,その、ちゃんとしたもの、あの、体だと思うんだけど、それに慣れちゃうとね、そういうような毒性がどんどん溜まっていくと思います。香水ね、自分でアルマの香水動画、申し訳ない、申し訳ない、できないんですよ。あの、うちは、えっと、40本ぐらい制があるんだけど、それの中で自分の好きなかあの香りをね、こう、 目つぶって書いて分けてもらってでその自分の好きな香りをトップノートとミドルノートとベストノートに分けてそこでブレンドしてもらったりとかするのでちょっと動画配信は、ね、難しいんですよね。でローズウォーターもちろんプラナルムんんじゃなくて医学者のやつですき確かねこれも聞い,た聞いたような気がするんだけどそのプラナルムもも,もちろんねそのあのハーブウォーターっていうローズウォーターとか出してるんだけどやっぱり水分がすごく多いのであの腐りやすいんですよね。 だから、えっと、その、いわゆるその、ローズウォーターとかハーブウォーターっていうのは、基本的に冷蔵庫で入て3ヶ月なんですよ。防腐剤とか一切入ってないからね。で、それで、その、やっぱりベルギーからこうやって、あの、空輸で来るでしょ。で、そうすると結構そういう風な感じで、あの、ダメるようなことが多かったらしいです。なので、その、喧騒医学者っていうのは、ナードのね、喧嘩医学者っていうのはね、山梨に、ね、すごい広大なね、ラベンダー畑とかいっぱい持ってるんですよ。農園をね。 で、そこで、ローズがすごい、もうすごいんですよ、ローズ。本当に、秘密の花壺みたいな感じで、もうすごかったんだけど、そこのやつを使ってます。で、やつから、えっ、ー、と、まあ、私はそれを見てるのでね、実際に。で、そのローズの時に行って、もうそれで、どん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 、こう、詰まっつんで、家に持って帰ってきて、で、それで、あの、上流したりとかしたんです。で、その、自分で作ろうかなとか思ってね、去年、一昨年か、去年、一昨年かなそう、ね、一昨年にね、あの、植えた庭に、 で、その時に、やっぱり、あのー、ちゃんとしたやつね、そのダマスクローズを植えたいなと思って、で、その、ナードに電話して、その、経済学者に電話して、すみません、オタクの農園で、あの、植えてあった、苗,苗って、なんていう学名で、なんていう名前のやつですかっていうのを聞いて、で、それを取り寄せてで植えたんですよ。で、今年ね、5月にね、ちょっとあの咲いたので、今、冷凍してるんです。で、その、まだまだちょっと、ね、今ちょっと、あの、上流する気分じゃないのでね、そのうちしたいと思ってるんです。はい、では、えっ、ー、と、そうそう、私もね、もうちょ、えー、と一応9時半までやりますね。 えー、製で作ったフレグランスで香り、結構ね、長続きすると思いますよ。あの、ベースノートとかで、サンダルオートとか、ベンゾンとか、そううの入れとけば、あの、かなり持ちますよ。私、10年ぐらい前に作った、その、なんか、あれでも持ってます。練り香水も。51歳まだまだ若いじゃないですか。あ、フロリハナの方向上流水もいいと思います。ミユミユさん、い,いつ行ったんですかなどの農場研修。もしかしたら、ご一緒だったかなえっ、ー、と、鍋でね、 芳香蒸留水ね鍋でね作れる作れます作れると思いますよえっ、ー、とプラナルムの生油はねあのー、えっ、ー、と腱巣医学者さんのえっ、ー、とオンラインのところで買えると思います今何でもねそこメーカーが出しているのでねえっ、ー、とどのタイミングで今の仕事をしようと考えられましたか 私はね、うちの、あの、うちの夫がね、こけたんですよ。<laughs> で、で、それまで専業主婦してて、ね、子育てしてたんですけれどもね。で、それでなんかやろうかなと思って。で、これを仕事にするつもりはなかったんですけどね。たまたまなんかネットソーフィンしてて、検定級見つけて、受けたら受かっちゃったんで。で、それでなんかこう、あの、スクールに通ってたら、あの、姫路には認定校がなかったので、じゃあやっちゃおうかな、みたいな。もう非常にね、軽いノリでやりました。 うーんまあ、その人のね、あのやる気次第です。アドバイザーだけでもガン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 やってる人もいるし、で、全部取ったけど、なかなかっていう人もあるし、で、あのそこら辺はね、ちょっと、まあ、東京とか大阪だったら仕事はたくさんあると思いますよ。えっと、ナードの店、ナードの店っていうのはね、ない。ナード自体の店はないんです。ただ、その、えっと、東京だと結構いろんなところで売ってるんじゃないかな。あの、えっと、プラナルムの声優っていうのは。 あの、割かし、あっちこっちで売ってると思います。なので、まあ、えっと、そんな感じでですね、とりあえずライブ配信、今日なんとなくうまくいったような感じがするので、まあ、これからまたね、えっと、やりたいと思います、まあ。だいたい、えっと、1時間から1時間半ぐらいだったらね、あの、いけるかなと思うんだけど、まあ、今日、えっと、とりあえず今後のことっていう形で、えっと、お分かりいただけたでしょうか。の、その、どういうような形で自分がね、あの、この検定域を活かしていくか。 っていうのをね、えっ、ー、と、考えて、で、その上での入会とかね、やってください。本当に結構ね、入会金1万円もしね、だから、えっ、ー、と、なんだっけな、年会費は今からだと半年なので、えー、6000円ですけれども、来年の3月までね。で、それから、えっ、ー、と、アドバイザーの認定料がまた1万円取られるので、まあ、そこそこね、あの、金額がかかるので、そこら辺のところはね、そう、姫路なんですよ。<笑><笑>まあ、もともと大阪なんですけどね、夫が姫路だったのでね、なんかこう、学生時代に、 付き合って,てちっでもただねその本当に行きますよ私あの結構全国に友達がいるのであの九州も行きますしねなので言っていただければ、うん、その時によってはねあの行きますのであの旅行好きだからだからその旅行がてら仕事絡みで行きますので全然言ってくださったら結構ですこの間も沖ノ島行ったりとかうそう,いう仕事じゃないですよそのあの友達と旅行で沖ノ島行ったりとかしてるんでね そうそう、お金かかあの、AAJ はとにかくお金かかります。で、ナードの方は、えっと、入会金はないです。で、その、えー、っと、AAJ は、年会議っていうのは4月から、4月から9月までと、10月から3月までで、で、年間だと1万2000円、半期だと6000円なんですよね。で、だから、例えば今、はい、あの入会したら、この、今11月でしょ。でも、その9月まで先、あの、こう、 10月か。10月まで遡ってを3月までの分の6000を払うんですよ。で、ナードの場合は、今日入会したら1年経った昨日までなんですよ。だから多分ね、あのー、えー、っと、おそらく人数が、会員の人数がまだそんなに多くないので、それができるんだと思うんですね。で、そういうところではね、まあ、領収的だったと思います。だから、その入会金と年会費だけです。え、りえちゃんさんって、姫路住んでるのはいはい、お越しくださいませ。<laughs> いつでもこれ OK です。え ?2019 年5月い、行かれてたんですね。私、本当に、あの、あそこの、なんだっけな、えっ、ー、と、イタリア料理も食べに行きましたしねあ、セラピストコース。え、セラピストコースに進んでって何、何検定器はじゃあ関係もう前もって持ってたんですかその三村さんは。あ、ハンドセラピストでボランティアしてる人って、どれぐらいかなあ それか言い忘れてましたけどね、よくいただく質問でね、例えばこのハンドセラピストとか、そういうボランティアをしたいんだけれども、資格がいりますかで、アロマテラピーをちょっと教えたいんだけど、その、えっと、インストラクターを取らないと教えられないですかセラピストもその、やりたいんだけど、資格がいないとダメですかっていうのをいただくんですけど、で、私もその、えっと、カルチャーでハンドをしてたりとかしてるんだけど、これで履修証明、就職名書っていうか、ディプロマ出してるんですけど、これでどこでもハンドやりますかとかいう質問多いんですよ。全く関係ないですよ。 あろうがなかろうができるんですよ。この資格、民間資格なのでね。だから、えっと、資格を持ってなくてもハンドできるし、ボディもできるんです。ただ、じゃあどうして資格を勉強するかっていうと、基本的にやっぱり自分に自信をつけるためだと私は思ってます。だから、えっと、ボランティアっていうのも、あの、統計は多分ないから分からないと思います。で、基本、あの、私も一回、介護施設なんかだ、えっと、そういうのは、ね、 老人ホームにの、その、えっと、ヘルパーしてる子がうちの生徒さんだったので、なのでそこに1ヶ月に1回通ってたことがあるんですけれどもね。で、そういう時にもうその全然うちの,あの生徒さんで行きたい人を連れて行って、で、その、まあ、やったりとかしてたんですよ。だからね、あの、資格全くなくてもできますし、で、ボランティアは自分でね、えっと、探していったらいいと思います。例えばその市の方で募集してる時もあるだろうし、 それから自分がやりたいので集まれ、この指止まれみたいな感じで、多分協会の方のホームページかなんかでもやったりとかしてると思いますのでね。だから、えっと、それでね、あのやってください。はい、何おぉ、10月からセラピスト。ということは、えっと、11、十一月の学科試験ですかすごいですね。頑張ってください。ちょっとね、介護整理がいっぱいあるので。 大変だと思いますけど。ちょっとは大丈夫でしょうか。すごいね、みんな。まあ、あの、そう、私はね、私自身もね、YouTube って結構ね、あまり画面見ずにね、こう聞いてばっかりなんです。例えば朝、ウォーキングするときに聞いたり、聞いたりとかね、車の中でこう聞いたりとかするので、ただから基本的にあんまり、あの、こう、絵面よりか、 こう、聞いて、覚えられるとか、聞くだけでも分かるっていうようなことをね、心がけてはいるので、ただ、いっと、前のインストラクターの時は、わりかし、こう、図を出したりとかしてたから、ちょっとね、それを見なければダメな時もあったと思うんですけれども、とりあえずね、そんな風にしてるので、あの、利用、そうやって、まあ、皆様のお役に立てたのであれば、非常に嬉しいです。で、その、まあ、私の紹介かなんかの時も書いたんですけれども、あの、基本的に、もう私はいい年をしてますので、だから、あの、今まで、 自分自身がこうやってアロマをやってね、インプットしてきましたね、いろいろと。それをね、全部これ出しちゃ、出して空っぽにして死のうと思ってるんですよ。なので、何でもかんでも聞いてもらったらいいと思うし、あの、本当に、えっ、ー、と、今までお金いただいてやってた講習なんかも言えるところは全部言ってるんですよ。ただ、自分、講習だったら2時間ぐらいするんですけど、それをまあ20分とか15分で収めてるので、そこら辺はね、まあ、その、えー、私講習費出したのにっていう人はね、あの、そこら辺、そういう形なのでっていう形で、ね、収めていただければと思います。えっ、ー、とね、アロマの資格を活かす仕事っていうのはね、 うんとね、アルマプラスアルファだと思いますね。だから、例えば、その、うーんと、看護師さんでアルマできるとか、それから、えっと、鍼灸師さんでアルマとプラスするとか、まあ、その、そういうような感じで、アルマ単体っていうのは、まあ、サロンとかそんな感じだけれどもね、ただね、なくならないとは思います。あの、この、やっぱり今から AI とかね、そういう時代になっていくでしょう。うロボットに変わっていくじゃないですか。で、だけど、 美容師さんとかね、こういうマッサージとかね、そういうのっていうのはね、人の手じゃなかったら変え,変えられないんですね、機械に。で、そういう意味でね、残っていくと思います。長野のインストラクターはね、うん、あのー、難しいの科学だけですね。そうね、金額ね。 うんだけど、やっぱりね、資、え、格、っと、取ろうと思って、一つの資格取ろうと思うとね、そこなり、それなりにかかる。今安くなりましたよ。だからそうやって、必須履修とかもできるようになったから、私の時だとやっぱり50万ぐらいかかったんで、やっぱ一つの資格取ろうと思ったら50万ぐらいで。で、その、 a a j a の資格を取って、今度認定校をやったときに、皆さんが、生徒さんが全部この私と同じ a a j a の資格を取りに来るわけじゃないですか。だから私はもうワンランク上の資格を持ってなきゃダメかなと思って、イギリスの IFA を受けようと思ったんですよ。で、ところがその、その当時 IFA をね、の資格を取ろうと思ったら120万くらいかかったの。で、120万出して、じゃあ回収できるのかと思ったら無理だなと思って、まあいいやとか思ってたんですけど、ちょっとあるスクールのところのホームページを見たら、a a j a のアラマセラピース、 の資格を持ってたら、途中編入ができるっていうので、それでやっぱり50万ぐらいで受けられたんですよね。で、それで私は AF を取ったんですけれども、だからやっぱりそれぐらいかかってました。で、やっぱりその値段を、そうやってかけた分は覚えてます。で、あとあの、10万ぐらいでなんかいろいろと、あの、私ハワイアンロミロミであったりとか、いろんなことやったんだけど、やっぱりそこら辺はね、あまり残ってないのでね、やっぱりね、そういう意味ではどうしてもね、あのこう、かかってしまうっていうのはね、仕方がないなと思います。で、まあ、その、 私は今だからそうやって割かし安くしてるんですけどもね、あんまりね、受講料安くしちゃうとね、こっちのモチベーションが下がるんですよね。そういうのもあると思いますよ。だけど、あの、教会、この AHA の教会の人とたまに電話、たま、なんかで電話してた時に、あの、うちはほとんど必須リシュなんですって言ったら、必須リシュだけで通る,通るの難しいんじゃないですかって言われたいやいやみんなうち合格してますよって言ったら、 であ、そうなんですかって言って。でも先生全然儲からないですよねって言われたから、うん、だからまあ私は経営成り立てないんですけどっていう話をしてたんですよ。だからそういうので、やっぱりそのスクールとしては全理修を進めてくると思うんですけど、でも自分でできるところを自分ですれば、何でもそうでしょう。家の、家のなんか建てるときであったりとか、なんかするときに自分の手を煩わして自分の手でやった分だけ安くなるじゃないですか。だからそんな形で、えー、っと、抑えていくっていうことはできると思います。 アロマね、精神障害の方にいいと思いますよ。うん、ただ、えっ、ー、と、その、例えばね、その、ローズマリーだったりとかね、そういうちょっと刺激のある精油はね、反対にパニックを起こしたりとかするので、そこら辺は、いや、ちょっと気をつけないといけないかなと思います。解剖生理、ね、解剖生理もやりだしたら面白いけどね。AI のアロマブレンダーっていうのがあるんですね。すごいね。出す、書籍出すわけないじゃないですか。このめんどくさがり屋の私が、原稿内か書くのめんどくさくてやってらないんですよ。 えっとね、私はね、あの、えー、っと、概要欄のところに多分、ホームページを、の、えー、っと、URL を載せてるので、なので、そこからね、あのー、申し込みしてもらったらいいです。で、それと、えー、っとね、アドレスももしか、うん、あ、書いて、まあ、そこからでもいいですけども、あの、そこで、あの、えー、っと、お返事しますので、それで日程をね、決めてやりますので、それで、や、あの、こう、申し込んでください。うん。でも、ほとんどこう、ズームでやってるので、 で、この格好が良ければ、この格好にしてくださいって言ってください。あの、えー、っと、今は一人だけ言いましたね。ちょっと、あの、緊張するので、このままの格好がいいですっていう方がいらっしゃったんでね。うん、そうそう、資格とのは、私はそうだと思ってます。だから別にその自分で勉強して、例えば DVD 見て、マッサージ勉強したって言って、その、あの、受け入れに来た子もいるんだけれども、それはそれでいいんですよ。 ただ、やっぱりそうやって自分でこれだけできるって、こんだけ資格取って勉強して、歯科に合格したんだっていうのはね、全部自信になっていくと思うんですよね。だから、それでやったらいいかなと思います。うんなので、えー、っと、まあ、なんていうのかなあの、医者になりたかったら、国科試験に合格しなきゃいけないし、医師国科試験で合格しなきゃいけないし、看護師さんもそうだけど、そうやってなんかある目的があって、やる資格取るっていうのもあるんだけど、私はね、やっぱりなんていうのかな、 えっと、資格取っていくのもいいけど、その間に自分で勉強するのが楽しい。で、その、それで結果的にその資格が取れたっていうのが一番いいと思ってるんですよ。で、あの、人間には、私何べんもいろんなところで言うから、もう動画でも言ってると思うんですけど、人間と動物で違うところが二つだけあると思うんですよね。で、それの一つが、その知識欲なんですよ。で、別に知らなくてもいいのに、何かいっぱい知りたいっていうね。 だから勉強もその一つだと思うんですね。で、それもう一つは笑うことですよ。動物は笑えないけど人間が笑える。だからその二つを持って私たちは人間として生まれてきたんだから、それはやっぱり大いにね、使うべきだと思ってるんですね。だから、そんな感じでね、えっと、この、うーんこの資格でどうのこうのって、あんまり必死に関わらず、あの、その勉強を楽しんでもら,ったらいたいと思います。うん。で、やっぱりね、あの、 そうやって、教えるとすごくね、勉強になるんですよ。だから、私も試験を受けた時だったら苦手なところだけちょっとやって、で、合格したらまあそれでいいやって、そこで終わっちゃうんだけど、教えるときに、やっぱりそのいろいろ、もっぺん勉強し,しますよね。だから私、YouTube やってね、良かったなって思うのはしんどかったんですけどね、もう一回勉強したんですよ。あの、嘘言えない、あんまり嘘言えないでしょ。結構嘘言ってますけどね。あの、えっ、ー、と、例えば講習だったら、あの、こう、こう,こう,こうなんだよって言って、でも次の週期だったら、ごめん、あれ嘘やってんとか言えるけど、 YouTube がそれ言えないじゃないですか。だって次の回その人が見てくれてるかどうかわからないから。だからとりあえずね、もっぺん勉強したんですよね。でそれで結構良かったかなと思うので、だから何でもね、こうやってみるとね、いろいろとね、変わって、視野が変わってくると思うんですよ。だからそういう意味ではね、あのー、皆様ね、どんどんね、やってもらっていいと思います。で、どっか行ってもね、こう一つのこの基軸があるとね、見方が違ってくるのね。で、例えば私はその18切符で、あの、胃が 孔がの忍者のとこ行ったんだけど、忍者がね、薬草いっぱい持ってたらしいのね。それでこう、こんな風にして持ってたっていうのも、やっぱり目がそこに行くんですよね。で、そういうような感じで、あの、見方が変わるっていうのがあると思うので、まあ私はアルマをやってるからそっちに目が行くんですけれども、他の私の友達で陶芸やってる子だったらやっぱ土に目が行ったりとかね、いうのがあるから、そういうところからね、えっと、勉強していくっていうのは面白いかなと思います。はい。 ということで、とりあえず9時半になりましたので、今回、今日の、ねえー、とライブ配信はここで終わりたいと思います。またではまた皆さんの,、まあ、のご要望に応、まあ、えて、えー、そのうちいや、またこのライブを、ね、やっていきたいと思いますので、えー、本日は、ね、来てくださってどうもありがとうございました。ではまたね。